はい、えー、今日はね「ドレミファソ」のご音で音程の跳躍を味わうの後編になりますね。えー、前編で結構思った以上に時間がかかりすぎて、えー、これ2回に分けないと無理だわっていうことになり、えー、後編やっていこうと思います。えー、っとですねまずドレミ「ドレミファソ」がご音あるじゃないですか。 もうこの5音あればほぼいけるんですけどほぼいけるっつうのはなんかまあメロディー作れって言われたら作れるレベルなんですね5音あると。大体結構あの昔ながらの話ですよこれは昔ながらの話でいけばなるべくその音数を例えばサビのセクションとかだったらメインに使う音,音数が少なければ少ないほど音定数っていうんですかね 少なければ少ないほどキャッチーになるっていう一応なんか昔ながらのメロディー論があって例えばこう3音ぐらいそれこそ最初にやってたドレミの3音ぐらいでサビのまあ厳密に言えば入ってきちゃうんですけどあの4音とか5音って全部でいけば5音になっちゃうとかっていうことはよくあるんですけどその3音でいかにこう。 メロディーをこう作るかみたいなのにこうやるとそういうのをやるとすごくまあ音程が限られてる分すごいなんていうのかな覚えやすいっていう一応こう説がありますね。今時のでも曲であんまりそれにこだわってる曲はあんま聞かないんですけどとはいえそのまあね古き良きというかえ例えば何ん言うの